だった。いつでも撃てる。ハンターのハント完了。探索しておこう。それじゃあ鳥さんの脳みその中拝見。基地の地図だ。何が隠されてるか調べてみよう。中継機を止めれば応援呼べなくなるのか。いいこと知った。隠し砦がまた2つ。うまいことやってるね。他の砦を調べてハーレムにある基地を見つけよう。写真のおかげで戦闘がちょっと上手くなった気がする。今いい？実はその共通の友人について意見聞きたくて。ジョナに何かされたの？普段は平気なんだけど、最近はわざと私をイラつかせてくるんだよね。ジョナマスター的にアドバイスある？ジョナとの果てしないバトルか。とにかく無駄に争わない。そのうち無視できるようになるよ。私そんなスーパーパワーは持ち合わせてないの。いちいち気にするべきじゃないけど。君はメリー・ジェーン・ワトソン、真実の守り手。僕のよりイケてる力だろ。でも結局お互い歩み寄らないとダメなのかな。もう分かんない。少し悩もう。どうもな、パーカー。またな、ワトソン。
来た。何がある？リーダー、これは超低抜きバッテリー自転車の実感プロテスト。いいね。自転車で10個のチェックポイントを通過して、実環境でのバッテリーメトリックを測定して。自転車はセントラルパークに置いてある。バッチで借り出せるよ。騒がれちゃまずい。ピーターの格好で行くのが一番。お次は最先端自転車に乗ってと。最初のチェックポイントへゴー。チェックポイント通過。MJ とハリーといろんなコンサート見たな。あの看板いい傾斜。最高。今飛んだよね。よくハリーとここで夏に楽器弾いたっけ。またやろうって誘うのもありかも。通過。今の何？自転車に花火がついてるはずないよね。このままじゃバッテリーがオーバーヒートして爆発する。自転車置き場に戻って電力を抜かないと。爆発には慣れてるけど、自転車では初かも。急がなきゃ。表情の電力をスピードブーストで放出できるかも。橋が封鎖。どうやって進もう。バッテリーはもう安心だけど、グエン博士に伝えよう。ショートして熱暴走が起きたってね。ラボで起きなかったのは屋外の気温の変動が原因のはず。熱調整ならなんとか。
ウーアどっちがいい？装備パンツじゃない。そハンターたちが補給してるみたいだ。下に落とすぞ。 なんだ。
ちこそ助かったよ。ナイス、助けてくれてありがとう。情けないほど弱い。な情報くれない。気にしないで、スパイしてるだけだから。リデイオン基地の情報。ウェーブがあれば問題なし。基地の位置はなし。次の隠し砦か。ニャング博士の研究を見てみよう。ピーター、機械学習の時は本当に助かったわ。エミリー名財団であなたがしたようにドローンに野生での行動を教えているの。準備ができたら続きを再生するわ。よし、それじゃあ始めよう。試験は二部制よ。まず蜂の個体数を守るために獲物をドローンに教えるの。よし、蜂ドローンの特訓開始。ドローンの充電が切れる前に終わらせてね。バッテリーの寿命は今研究中。それじゃスタート。ハンター、ハンター。
どうだ、ネズミって雑食。次はドローンが最適な巣の場所を特定できるよう訓練して。八不動産開始。旗を探して理想的な移住先の印よ。行くぞ。有能八不動産業者八九の勢い。このセットも完了。データはドローンがアップロードするわ。ありがとう。 AI に役立つデータなはず。博士が喜ぶといいな。決勝だ。マルコの記憶が街中に散らばってる。砂のジョークってありすぎて迷っちゃうんだよね。お手柔らかにお願いできない。決勝の中身拝見。ただの被害妄想かもしれない。だが行く先々に奴らがいるんだ。仕事場、街角の店、公園のもの、俺たちをつけてる。マルコはクレイブンたちのことを警告してた。耳を貸してれば。
屋外に危険なハンターがいるな。今日に限ってクローキングが故障なんて残念。ターゲットを捕捉した。でも技術トラブルってあるんだね。ブラックストンビルの屋上に金庫があるみたいだな。
よく思いつくな。装備回収係させるんだったらレーザーのことも言ってよね。あったあった。さん、なんで高層ビルなんかに金庫を？ブラクストンの強盗は？ああ、知らない。だろうな。ブラウラーの初仕事だ。チームの一員としてのブラ。こういうサプライズは誕生日だけで十分。のために苦労しすぎ。狙われていると警察にも言ったが、誰も耳を貸しちゃくれない。どいつもこいつも同じだ。こうなったら自分の手で何とかするしかない。クレイブンがマルコを表舞台に引きずり出したんだ。ナフトの情報源から聞いたんだけど、収監されて以来暴れて取り乱してたマルコに改善の兆候が見え始めてるって。その調子で結晶探し続けてみて。待ってたの？
戦力強いね。調べてみよう。今度は俺が奴の大番だ。正体を暴いてやる。やがて俺はハーレムの廃校にたどり着いた。だがすでに後悔し始めている。廃校って言った？それってクレイブンの基地の一つだよね。何も知らずに踏み入っちゃったんだ。あの車蛇行しまくってる。スパイダーマンだ。行け、飛ばす。さ、捕まってたまるかってんだ。ケイトンの鉄の塊停止っと。気分最高。これがアンダーグラウンドの装備だって知ってて盗んだのかな。結晶を調べよう。みんなのみんな元気してた？こいつらしぶとい。じゃあ砂の結晶は僕がもらってくよ。やつらは俺を待ち構えていた。あらゆる武器を手にしてた。まずいことになっちまったかもしれない。不安になって当然だよね。クレイブンのおもちゃってヤバいし。
ない。どうも、僕スパイダーマン、君らが邪魔しに来たよ。時間ならたっぷりあるよ。これはピートに任せよ。財団の実験見つけたのか。さすがマイルズ。ピーター、エミニメー財団へようこそ。フィーストと食料供給プロジェクトを始めたんだが、まずは菜園を改良してるんだ。できれば近くの植物からサンプルを採取して遺伝子を組み替えてくれるかい。楽勝。サンプル集めて遺伝子を組み替えて食料供給。これは改善できそう。ベストなサンプルはないかなと。繁殖力抜群、生産量も完璧。それじゃあ、ツルをスキャン。これは水の効率が良さそう。使えるかも。雑草だけど、この耐寒性は使えそうだね。よし、サンプルは取れた。それじゃ合体させよう。オープンソースの遺伝子組み換え作物なんてすごいな。生活の基礎に関わるなら利益は度外視すべき。どれどれ。
成長が楽しみ。うまくいけば成長速度が速くて生産性も高い植物になる。それがあればフィーストでいろいろできるな。質のいい掛け合わせの種もできたし、あとは種を植える準備さえすれば完璧。水を最適化しよう。まずいな、修理しなきゃ。ウェーブで問題解決。水漏れのせいで水圧が下がってるみたいだ。全部見つけなきゃ機能しないな。他の箇所も修理しよう。植物を水浸しにしたら逆効果だよね。おばさん、園芸じゃ雲の上の人だったな。まあ僕も雲か。治るよね。ポスター博士もきっと喜ぶはず。スパイダーマンのお手伝いはないでしょう。他にどんなプロジェクトがあるのか気になるな。ハンターが補給をしてる。見覚えのある隣人発見。いや、同じこと言おうとしたとこ。
ちこそこそ忍び寄るなんて恥ずかしくないの？食らったかと思った。過剰な自信は怪我のもとだよ。全部倒したはず。後回しだな。取り囲まれてしまった。キリア、あの時お前と家に残っていれば宿題を手伝って唯一作れる武士を振る舞ってやれたのに。だがもう手遅れだ。マルコは罠にはめられたのか。って待った、キーミアは娘？娘がいたなんて知らなかった。マルコの様子聞いてきた。順調に改善してて、前ほど尻滅裂じゃないって。食事もしてるの。お医者さんも前向き。よかったね。法律無視しまくり。待て、スパイダーマンが来たぞ。赤信号だったの見えてた。後悔させてやるぜ。警察に任せておこう。
巣箱がたくさん。ピーター、協力どうも。今も蜂の巣箱を守るためにドローンでネズミやビーハンターの特定訓練をしてるの。それじゃあ起動するか。射撃訓練開始。うわー、あいつでかい。よし、やった。マウスだ、イマウス。謎の捕食者を検知。それって何者？調べに行こう。またあの鳥、ハチを食べるために巣を襲ってる。ああ、のどじろハチクイ。首の白いハチクイ鳥か。名前のまんま、鳥を元いた場所に追い返さないと。このドローン、現実モードついてるかな。ナイス、これで鳥に飛ぶよう促せる。どこから来たか分かれば仲間も見つかる。おい鳥さん、動かなきゃ尾行できないだろ。行って。背中押してあげるよ。ほらさ、行け。そのまま飛んで。撃って移動させなきゃ。大当たり。クイーンズの蜂もクイーンビーも餌にしちゃダメだよ。ここが君のお家？おやつが欲しくなって家でした。扉が開いたままだ。また逃げられる前に閉めないと。自分でお家に戻ってくはず。市内にハチクイドリが生息してるかわからないけど、博士に伝えておこう。ドローンが検出できるようプログラムしないとね。
街中の殺人ロボットは放っておけない。ドクモは罠にかかりに来るだろうね。僕にもロボットの軍隊があればな。盗まれた装備、またまた発見。試合に来りゃいい写真が撮れるぜ。スタイル、ニューヨークは昔からアンダーグラウンドプロレスが盛んで、私も何度か見たことがある。芝居がかった演出に驚異的な強さと運動能力の融合。あれって暴走者？堂々と暴走は相当良くないよ。切られてたら今頃君たち貧血だね。おじさんの金庫があるみたいだ。探してみよう。パネルを引っ張ろう。ブレーカー？電流でドア開けるの？
は開かなかったけど、1機目のスイッチが起動した。近くにスイッチを入れるブレーカーが他にもあるはず。ブレーカーだ。おじさんがタイマー仕掛けたのか。時間内に全ブレーカーに電流流そう。またあった。そいつは最初の記録か。でもなんでここに？ムーンタートルのアーケードを知ってるか。高層ビルが建つ前、そこはゲームセンターだったんだよ。ガキの頃、ジェフと毎日入り来たってか。すぐに小銭を使い切っちまう俺に、兄貴が自分のを分けてくれたら、もう一度兄貴とあのゲームセンターに行けるなら、何だってするよ。会いたいな。うん、そうだね。君は本当懲りないね。すっごくタフだね。その腕力フィーストで生かしてみない？考えといて。焼き印なんて押そうとするの？裏切り者！悪いけど焼き印はさせないよ。好好好
体何者？
だ燃えてるみたいだ。まあ9時とかで全然で公園できればね、荷物を置けん事務所まで送れ。ごめんごめん、普通に車、あ、電車で行こうと思ったけど機材多すぎた。様子は？ここかなり荒らされてるね。ガン家のホロ技術を使う絶好のチャンス。奥にあるみたいだ。引っかき傷か。うん。フェリシアは？引っかき傷と金属の痕跡なら見つけた。フェリシアの爪痕か確かめるね。金属のクズの分子成分を他のものと分離させるだけ。うん、コバルトだ。いい感じだね。科学って本当楽しい。やっぱりフェリシアだ。靴が擦れてできた傷か。急いでたってこと？壁際の金庫から何か取ってったみたい。非常用の金庫みたいだね。でも空だ。ハンターだ。よし、これで現場を再現できる。奇襲を受けて逃げたのか。出遅れちゃったね。ニューヨークにハンターの存在を警告していればフェリシアだって。また連絡して。わっ、きっとフェリシアだ。警告するだけのはずが救出任務になっちゃった。手遅れじゃなきゃいいけど。フェリシアは機転が利くけど、ハンターのこれまでのことを考えると心配。彼氏の元カノなのに？
優しい。タッチの差ってとこ？行き先はわかる。スキャンして調べてみる。また金庫があるな。でも鍵がかかってる。命がけで取りに来たのか。開けたいけど電気が通ってない。ふん、何か見落としてる？損傷した電力線か。あっちに繋がってる。ジェネレーターが金庫の動力源か。ジェネレーターを起動して後を追わなきゃ。ブラックキャットが危ない。ジェネレーターを起動して後を追おう。ウェブをジェネレーターにつなげれば金庫が開く。電気を通してあげないと。あってそう。やったね。開いた。パーリー、 MJ、 フランス語は全然ダメ。でも一応送って。オッケー。ワトゥームの杖とかいうものの説明書が入ってるな。ワトゥーム、調べてみる。待ってて。ハンター、どこに行くかつけてみよう。ねえ、今ミスティックアルカナで翻訳してみたんだけど、その杖はかなり古い。っていうか紀元前だ。これによると杖を振るとポータルが現れて行きたいところに行けるって。どんなところだろうね。それ魔法？この杖をフェリシアが手に入れたら。使い道たくさん。マイルズ、とにかく計画通りにね。配置に着いた。捕まえる。絶対フェリシアだ。ハンターを倒すか。あの杖を使うと明るくはなるみたい。ブラックキャットが魔法を使ってるか。
ライブで大盛り上がりってところ。この建物にまつわる怪しい噂は聞いたことあるけど、噂は本当っぽいね。書かれたフランス語の翻訳は、私の生きる意味、人生は短い。新しい恋人かな。ペリシアは予測不能だし。おい、クマだぞ。今ので最後だね。それじゃフェリシアを探そう。何なのあれ。おちびのクモさん、遊びましょう。ハンターたちだ。
らせよう。僕らならあいつを止められる。獲物は共有しない主義だ。寒い。マフラー忘れた。杖でクレイブンのところに行くんだ。クレイブンなんてどうでもいい。あの男を止めようよ。あなたはスパイダーマン。私がいなくても街を救えるわ。スパイダーマンの言う通りだ。自分が良ければいいんだね。ねえ坊や、私にも事情があるの。彼女がパリにいてね。あの私のせいで悪党に狙われてる。パリ、愛する人を守りたいの。助けに行かなきゃ。今すぐに。でもこの調子じゃ3メートルずつしか進めない。信用するなって言われてる。賢明だけど、自分の道は自分で決めるのね。猫だぞ、逃げ取りにしろ。逃がさない。フェリシア、ポータルで逃げて。この杖の説明書すごく分かりづらくって。慣れてきたみたいだね。まだまだよ。何とかしてみせよう。一緒にね。そのあるスパイダーキッドね。スパイダーキッドじゃなくてマンだよ。それじゃスパイダーマン、お手並み拝見。待ってる。スパイダーマンっぽいセリフね。
持って集中して、エッフェル塔と強く念じるの。オーバーフェリシア。オーバーフェリシア。ありがとう。よかった。この調理できて。リーに合わせて。マイルズ、それでフェリシアは？無事だよ、今はね。記事できたの？ジョーナに送ったとこ、ドキドキ。大丈夫。コニーアイランドに来いよ。なんで？ミステリオが最近釈放されたろ？で、あそこにアトラクション開いたんだってさ。ハンターの次の獲物？アリエル。それと、ある人もコニーにいるんだ。お前がずっと片思いしてる相手。ガンケイ。ガンケイとか言ってる場合か。お前らは絶対お似合いだって。デートに誘わないなんて自然に反してるね。考えとく。ミステリオを確かめた後にね。装甲車から盗むなんて大胆。デブのオーダーお届けしました。受け取り人は？この袋には実はドルマークなんて書いてないって知ってた？わかる、がっかりだよね。さらには夜空を飛ぶ消防車。その渦中にいるのが新人スパイダーだ。ウェブと器物破損だけでは飽き足らず、お次は神聖なレリックまで登場だと。どれだけ破壊すれば満足するんだ。悪党になるように育てられたこの迷える青年に同情すら覚えてしまう。なんとこのスパイダーマンが手を組んでいるのは、あの悪名高きコソドのブラックキャット。どうせスーツも同じ邪悪な生地でできているに違いない。これでもなおスパイダーマンの狙いがわからないやつに面白い話をしてやろう。スパイダーマンのいる場所、ハンターと呼ばれる集団アリってやつだ。わかったか？
スパイダーマンは悪党を吸い寄せ気だ。今やブラックキャットはクモが生成するな。魔法が本物ならばどこかの誰かが善行を行い、スパイダーマンに汚されたニューヨークの汚名を注いでくれることを心から祈ろうじゃないか。二度と雲絡みの事件が起こらないようにな。僕が止めないとね。剣はあるか？ええ、銃だったらあるか？剣なんで剣なの？脅しに使いたいんだよ。俺は脅しには詳しいが、銃だって同じことに。もっとクリーンだ。どんな脅しか知らねえが。閉店の時間だよ。スパイダーマン、どうだ？数足りなくなってそう。
操中？やったよ。大変、プロスペクトパークでおじいちゃんが迷子？スパイダーマン、来てくれたんだ。祖父のアールを探してるの。ここで誰かと会う予定だって言ったまま姿を消しちゃって。お願い、見つけてくれる？何か手がかりはある？この写真だけ、午前中ずっと眺めてた。見たことあるな。展覧会、60年前に撮った写真みたいだね。ちょうど季節も今くらい。見つけるよ、大丈夫。急いで。混乱するだろうし、すごく心配なの。怯えたり怪我してないか。僕に任せて。場所は合ってるけど、おじいさんはいない。おじいさん、手がかりは残してない？アシカのプールのそばに聖火が飾られてる。あれは おじいさんのメモ？うん、おじいさん宛ての手紙だ。いや、動物園にはいなかったけど、おじいさん宛ての手紙に植物園って書かれてたんだ。昔、祖父母が週末に植物園で散歩してたの。多分そこにいるはず。プロスペクトパークの植物園か。前に行ったことあったよね。ベンチの上の帽子、アールおじいさんのならかなりおしゃれだな。物質アナライザーが使えそうだな。化合物を分離すればおじいさんの痕跡をたどれるはずだ。
なるほど。違うよね。これじゃダメだ。どれどれ。いや、植物園にもいなかった。でも吸入具を見つけて科学の力で痕跡をたどれそう。また連絡する。なあ、どうしよう。吸入具はおじいちゃんにとって廃同然なの。ここのとこ忙しくて、おじいちゃんの世話をまるで義務みたいに感じてたの。でもいなくなるなんて、一緒に過ごしたいだけなのに、どうしちゃったの。自分を責めないで。自分の生活との両立は難しいだろ。みんなやれることをやるしかないんだ。湖のそばにいた。ここで一緒に待ってる。本当に？今すぐ行く。待ってて。おじいさん、どうも。スパイダーマン、悪さはしてないぞ。何にもな。わかってます。お孫さんが探してましたよ。わしの孫が？うん。それじゃあすぐ戻ると伝えて。ここで妻にプロポーズしたんだよ。まさしくこの場所でな。ここで。聞かせてください。どうやってプロポーズしたんです？プロポーズは動物園って決めてたんだよ。誰よりもこよなく動物を愛する女性だったからな。そりゃあもうドキドキしたよ。ミーアキャットのとこで言うはずがわしと似てると言い出してな。一方わしは足がガクガクで目も見つめられず、そのままわしらは動物園を後にしてここに来たのさ。思い出すよ。妻は誰が見ても完璧な女性だった。同時に不器用で、あの池に落ちそうになっとった。顔からな。スパイダーマン、誰かを愛したことは？愛か。はい、あります。愛は美しい。この世界で何よりもな。少し話を聞いてくれるかな。わしも余命わずかだ。死ぬのはとても怖い。覚悟してたつもりだが、死を覚悟するなんて無理だ。だがここにいるとあいつもいるような気がしてね。あの日に戻った気持ちになれるんだ。緊張して汗だくになったあの日にな。あいつの目を見つめたあの瞬間、居場所を見つけたんだよ。あの日はそりゃもう緊張してね、諦める寸前だった。そして瞬きしてる間に妻は行ってしまった。気の毒に。
孫がわしを探していると言っていたかな。会いに行くとしよう。やっぱりここにいたんだ。見失っちゃってごめんなさい。わしがふらふらほっつき歩いたせいだ。だがスパイダーマンが面倒を見てくれた。ばあさんの話にまで付き合ってくれてな。そうなの？ここおばあちゃんのお気に入りでしょ。ここで毎週末おばあちゃんとアヒルに餌をあげる。あいつらしいな。あいつはお前を心の底から愛していたよ。そうだ、よくこう言ってたな。タシャ、サンドイッチ食べないならアヒルにあげてって。タシャ、お前はあいつに似て実にひょうきんだ。